い、山寺です。今日はですね、京橋に来ております。今から明け心本店洋食店さんで食べてみたいと思います。今日はね、明け心洋食店に来ております。今日もね、安定の榎本さんと来ております。お疲れ様です。もう一回乾杯してもらってごめんなさい。テイク2。本当にありがとうございます。カメラ止まっとったんですよ。これはね、焼酎の、ソーダ割りですわ。焼酎ハイボールってやつで、1個もんのね、焼酎ハイボール、お値段も多分400円だと思います。うん、美味しいです。恥ずかしいですか。よう言いますわ。今日は全然改めて恥ずかしくないですね。ここはね、ここ初めてですよね。多分ね、来られたのは、ね、なかなかね、超人気いやいや何ですか、超人気なお店でね、ここは本当に美味しいんですよ。ハンバーグがね、すっごいうまいんです。ほとんどね、スープハンバーグみたいな感じで。ガーリックトーストも美味しい。すごい洋食がこう本当にうまいです。明け心洋食店さん、よく入れました。いつもやったらこれ入れないです。前に こちらですね、レンコンのねペペロンチーノらしいですわ。ちょっと一回こう取り皿にして、なんかニンニクの香りがね結構してますよ。いただきます。はい、美味しいですね。パンチありますね。パンチある。ニンニクがよく効いてね、レンコンのシャキシャキ感も残りながら、ピリピリ感もね、あ、うまいよ。焼酎が進むわこれ。目利き用なるかもか。うん、まあまあ、パンチ効きますね。うん、効いてます。これは酒進むし、ね、まだハンバーグ、そうそう、これね、鶏肉と、ね、レンコン、ペペロンチーノ、すっごいニンニクいて美味しいのよ。この鶏肉パンチが効いてます。うん、うん、まい。結構効いてますね、これ。お酒が進みますね。フルーツトマトのなんかですわ。僕もちょっと分からへんけども、とりあえずこのトマトだけ食べてみたいと思います。美味しそうと思います、ね、クリームチーズとね、バジルと、トマトとオリーブオイルかな。クリームチーズはちょっとつけないで食べていますわ。美味しい、美味しいですよ。デザイヤー。こちらですね、名物のハンバーグなんですけども、これはねスプーンで食べないと食べれないんですよ。柔らかいから、ね、断面見てください。いただきます。ハンバーグ、スプーンで食べるハンバーグいただきますよ。うまっ。牛肉のね味がね、もうすっごく美味しく、それ口の中で広がってね、デミグラスソースの相性もたまらんわ。うまい。これね、このガーリックトーストいただきますよ。ここのガーリックトーストはジューシー、かなりうまい。おいしいね。癖な、うん、これほんまにな、ガーリックトースト美味しいですね。あ、オリーブオイル、あ、これをね、これをね、はい、あ、なかなかおしゃれなこと、はい、なんか上がった。あ、全然上がった。わかりました。さっきのフルーツトマトについてるこのクリームね、ガーリックトーストにつけて食べるんですって。飲み上がる。美味しい。また全然 OK です。
バジルもよく効いて美味しいわ。いろんなアレンジができますわ。アレンジできます。これだけだとアレンジできますね。うまい。このね、断面結構やばいでしょ。でもすっごいね、これもう肉汁がねじわーっとね湧き出てくる、にじみ出てくる。でこのデミグラスソースとねハンバーグの相性も最高で、さらにこのねガーリックトーストと一緒に食べるともうねいっちゃいますよ。すごい。これ食べて、そしてそれからのこのガーリックトーストと一緒に食べますよ。うん、うん、絶対酔っ払ってるのは確かだな。このね、あのガーリックトーストにこれマスカルポーネチーズらしいです。ありがとうございます。いただきます。マスカルポーネです。これは何ですか？これマスカルポーネ。マスカルポーネ。全然違います。マスカルポーネとマスカルポーネ。もうわかんない。美味しい。めっちゃ合う。めっちゃ合う。めっちゃ合う。うん。どこだ？今から。どうですよ。うん。見る目あんだな。2杯目乾杯です。乾杯2杯目ですもんね。結構濃い焼酎ハイボールですね。模様的だし、お腹もいっぱいですね。美味しいですけどね。もうなんかいっぱい。今度はですね、このガーリックトーストにこのハンバーグのデミグラスソースですね。これをちょっとねこうねかけて、これどうでしょう。ちょっとこれでね食べてみますわ。絶対美味しいよ。ね、美味しいですよ。デミグラスソースとあのバルクトースト相性抜群、ですね、大将の、サービスでねカレーを食べてください。ルーね、これね、ちょっといただいてますわ。これ白飯どうしたらもう人時じゃん。いやだから提供はなんかもない。あれで入れたら落ちてる。一瞬ね、甘っと思うんやけど、いや、そうだね。後からどんどん辛い。これやばいわ、これ。お前小さいとこさ、おやね。うん。これフルーツも入ってるような感じ。ね、なんかいろんな香辛料、スパイス、フルーツも入ってるかもしれへん。美味しい、辛い。うまい。これかなり美味しい。本当に皆さんちょっとね、ここのあのカレーも美味しいなと思います。まあ、ガーリックトーストがあるので、ガーリックトースト一緒に食べたらもっとめちゃくちゃ美味しい。あ、ちょっと待ってくるよ。すごいよ。これ大事。この間もセッションやって。うわすごいな。ボーイ、あのボーイ。そうそうそう、大丈夫です。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 ということですね。めちゃくちゃ美味しかったです。ありがとうございます。いえいえ、いつもありがとうございます。いえいえ。このカレーは絶品ですね。最高やわ。すごい。寸胴でね、あの量しか作られへんの。半分の量でやったら味バラバラになる。決まった量でやったはず。そうですね。そこは絶妙ですね。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ありがとうございます。すみません。ありがとうございます。